こんにちは、小野です。この間、いい買い物をしまして、いい買い物って言っても高価なものっていうわけじゃないんですけど、そこでちょっと小さな喜びがあったので、この動画の本編とは全然関係ないんですけど、ちょっと紹介してもいいですか？購入したのがこちら、じゃーん、スマホショルダーです。2種類ちょっと買ってみたんですけど、見えますかね？ベージュの方は長さが調整できるようになってますけど、こんな感じです。すごい商品レビューみたいな動画になっているんですけど、今更感があるかもしれないんですけど、結構ずっとこのスマホショルダーを探していて、なかなか自分の好みのデザインと値段が一致するものがなくて、やっと見つけてこの間届いて、その日は使ってるんですけど、大活躍で、すごい便利で、ちょっと嬉しすぎてどこかで伝えたいなっていうのがあって、ちょっとこの動画でお話ししてるんですけど、1個確か1000円しないぐらいでした。で、韓国の通販だったので届くの遅いかなって思ったんですけど、ほんと数日ぐらいで注文から試着まですぐだったので、この夏大活躍しそうな予感なんですが、おすすめしたいポイントがいくつかあって、外出時にカバンが小さい方なんかは特にいいかと思います。私もそうなんですけど、カバンが小さい分入らないので、結局、スマホを手に持ってるっていうことが多かったり、一回一回こうカバン入れて取り出してっていう面倒っていうのもあると思うし、あとはキャッシュレス決済派の人はなおさらこのスマホショルダーすごい便利だと思います。スマホのケースのここの隙間の部分に、カード1枚、お札数枚挟むっていうこともできますし、デザインによっては大きがついてるものもあると思うんですけど、なのでカバン1つで手ぶらで出かけれるんですね。あとはお子さんがいる家庭とかは結構室内を移動するっていう方もいると思いますし、お子さんの写真を不意打ちで撮りたいっていう人もいると思うので、その場合は常にスマホショルダーでスマホを持っていれば、いつでも写真が撮れるし、なくす心配もない、探す手間がなくなるので、本当に大活躍です。どうしてもおすすめしたくて、全然関係ないことで商品紹介になっちゃったんですけど、小さな喜びが最近あったのでとお話しさせていただきました。では、本題に入っていきたいと思います。今日は iPhone の便利技の紹介です。最近 SNS とか YouTube のショート動画とかを見ていて、よく出てくるんですが、 iPhone 裏技とか iPhone 便利術、隠し機能とかいろいろちょっと見るんですけど、気になったものをちょっと実際に数日間試してみて、これ良かったっていうものを一部紹介というよりは、皆さんにこれを共有したいなって思います。結構知らなかった機能がいろいろあって、いやいやそれ知らなかったのって思う方もちょっと中にはいらっしゃると思うんですが、ここはお手柔らかにお願いします。以前の動画でちょっとご紹介したこともあるバッテリー長持ち方法など、設定方法とは異なるので、操作に慣れてないと使いづらさを感じることもあると思いますし、それぞれ皆さん自分なりの操作方法なり使い方ってやっぱりあると思うので、あくまで個人的な一意見として参考に聞いていただけると嬉しいです。もし気になるものがあったら皆さんもお試しください。それではやっていきましょう。今回も手元カメラに切り替えさせていただきます。はい、では早速 iPhone の便利技ご紹介していきます。まず1つ目、電卓アプリの便利技。何か計算するとき、このデフォルトで入っている計算機アプリ使う方多いと思うんですが、出数字が間違ってしまったとき、もうクリアボタンを押して全消去する方いませんか？私もその一人なんですけど、なんと数字を打ち間違えて一桁消したいなっていう時は、数字部分を横にスライドするだけで一桁ずつ消えて修正できます。で、左右どちらでも
桁ずつ消すことができて、間違ったところまで消してまた追加でっていうことができます。あれ私の中でとっても使いやすかったです。2つ目、コントロールセンターにショートカットを追加する。画面右上を下にスワイプするとこのような画面に皆さんなりますかね。でこの下部分、おそらくデフォルトのままだと4つくらい並んでいるかと思うんですが、ここにショートカット機能として登録ができます。ここによく使う機能ですね。例えばお料理する方はタイマーとか毎朝のアラーム設定などショートカットに追加しておけばすぐにタップして開くことができます。また画面をロックした状態でもすぐに開くことができるのでかなり時短になります。ショートカットの設定方法は設定アプリからこのコントロールセンター、ここで追加や削除ができます。ここのマイナスボタンを押すと削除ができて、下の方に並んでいるプラスボタンを押すとこのショートカットに追加されるようになります。でこちら並び替えも可能で、この3本線の部分をタップしながら上下に動かすと並び替えることが可能です。一応ショートカットに追加できる機能が今ここに全部で21個あったんですが、全てショートカットに追加することもできました。よく使う機能を追加してぜひ活用してみてください。はい、次3つ目、カメラの連写機能。 iPhone X 以前の機種はカメラアプリのシャッターボタンを長押しすると連写できていたかと思うんですが、それ以降の機種では連写のやり方が変わりました。意外に私これ知らなくて、毎回このシャッターボタンを連打して撮影してました。タイマー設定した場合は連写になると思うんですが、自身でセルフ撮影の時はシャッターボタンを左にスライドするだけで連写ができます。こんな感じです。先ほどご紹介したショートカット追加でカメラも追加しておけばカメラの起動までものの数秒でできるので、大事な場面写真に残したいっていう時はかなり活用できるかと思います。本当に起動まですごい早くて、こんな感じですぐに起動できるのでかなり便利です。はい、次4つ目、画面を見ずにロックを解除する。 Face ID を設定している方は多いと思います。皆さんちょっとご自身の iPhone を覗いてみてもらいたいんですが、設定アプリから Face ID とパスコード、でここにFace ID を使用するには注視が必要、この機能がオンになっていますか。こちらなんですが、画面ロックを解除する場合、このインカメラは目線を見ていて iPhone を目で見ないと解除できなくなっています。でこの機能をオフにしておけば解除の際に目線が合っていなくても解除できるようになります。実際に試してみたんですが、もう寝起きで目が開いてない状態、あとは目をつむってる状態、目線だけ画面を見ていなくても解除できました。ただ完全に顔をこう背けてしまうと認識してくれなかったんですが、多少顔を背ける程度だったら問題なく解除できております。ここで注意点が一つあります。解除はスムーズにできるのでその点はいいんですが、セキュリティ面が下がってしまうので自分以外の他の人の手でも解除できてしまうっていうのがあるので、皆さんこちらの Face ID を使用するには注視が必要、をオフにする場合は気をつけてください。はい、次5つ目、英数字を切り替え不要で入力する。アカウントのログインパスワードって英数字混ぜて設定していること多いかと思います。そのパスワード入力の時ですね、アルファベットを入力して数字に切り替えて入力して、またアルファベットに戻して入力する、こういうやり方やっている方いませんか。まさに私それで、この便利技がそんな切り替えなしで英文字のキーボードから数字を入力できます。と次の行でやってみますね。まず英語を入力して次に数字を打ちたいとき、この123ボタンを長押しします。
キーボードは数字のキーボードに変わるんですが、このままスライドさせていって入力したい数字の部分まで持っていって手を離すと自動でその数字が入力されてキーボードは A 文字に戻ります。キーボードを毎回切り替えて入力するその手間がこれは省けるのですごくいいです。ちょっと慣れるまであれかもしれないんですけど、慣れてしまうとすごい便利だと思います。あれ結構私面倒だなって思う場面多くあったので、操作に慣れてきたらさらに便利度がアップしそうです。はい、では今 iPhone の便利技を5つ紹介しましたが、これがほんの一部です。まだまだたくさん便利技がありました。アップデートするたびに新機能が追加されるので、その追いつけるかわからないんですが、今後もただ紹介するだけではなくて実際に自分で使ってみて良かったなって思うものをピックアップして定期的に皆さんに共有していきたいと思います。皆さんが使ってる便利技でこれすごいおすすめ、ぜひ使ってほしいとか、あとは隔離機能とか知っている方いたらぜひコメントください。 iPhone 版だけ紹介してって思う Android ユーザーさん、次回は Android 版をご紹介させていただきますので今しばらくお待ちくださいませ。それでは本日はここまでです。ご視聴いただきありがとうございます。この動画をもっと見たいって思った人はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。